くで早かった。皆さんこんばんは、こんにちは、たいちゃんです。たっくんもいますということで、本日は4月の6日土曜日でございます。毎週月曜日ルーティーンの混雑状況に参りましょうということで、早速お天気はこちらでございます。現在ね、モパレード見終わりまして14時53分になりますが、大阪市此花区の気温は、21度でございます。最低10度、最高21度なので、まあ3時やねんけど今が一番暑いっていうような感じになりますね。はい、で今週のお天気こちらでございます。もう春です。初夏レベルのね、気温になってるかなと思いますので、服装にはくれぐれもお気をつけいただければなと思います。お荷物になりますね。はい、でスーパーニンテンドーワールドはね、現在もう抽選券に移行しているんですけれども、13時前に、抽選券に移行したというような感じでございます。で4月の除外日はこちらでございます。本日はね、なんとプライムスタンダードの除外日でございまして、まあノリミットパレードの千秋楽にはなるんですけれども、まあ言うて、そこまで、気持ち多くなかったんじゃないかなというような感じでございますが、一周してね見て回りたいと思います。でアトラクションの休止情報はこちら。先週も言ったんですが、ハリドリね、前向きも後ろもね、4月の8日から、休止に入りますのでお気をつけください。で今週の変更点、新情報はこちらでございます。今週もねこちらを踏まえて、皆様と一緒に一周回っていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。でじゃあ早速ファッションチェックに参りましょう。はい、ということで、中にね半袖と、これ何、シャツになるんですけれども、暑いです。ちょっと汗かくぐらい、今日ね結構曇ってるんやけど、気温かなり高め、21度でございますので、まあ薄着の方がいいですね。たっくんはね、あ、まあ、ちょっと待って、たっくんの喋ろうとしたん、ここで、かわいそう。暑いです、めっちゃ気をつけてください、ほんま、アウターもね、夜、ちょっと心配な人はもう薄手でいいと思います。はい、ということで最後も今日はねちょっと、また極難着てきてます。もうさやめり暑いやろ正面。暑い、でもこれめっちゃ薄いね。あ、そうなんや。薄くてベスト着て、はいはい、でも暑いですね、やっぱり。いいですね、だからちょっとぽつりとくる可能性あるみたいやから。雨、うん、まあよかったね、パレード回避してくれて。ほんまに楽しかった、本当によかった。ほんまに元気と勇気と希望ありがとうございます。はい、この後見ていただきます。あ、そっかそっか、まだみんな見てないか見てください。よいしょ。はい、たっくん今日それも暑いんやろ。めっちゃ暑い。だって中さジャージバカやん。バカやろ。バカとシルキードライ、はいはいはい、とジャージ、うん、めっちゃ暑い。なのでちょっとこれいらんって感じやな、もう、まあ、これいらんや、うん、パーカーいらんって感じやな。あんま、うん、なるほどね。これも友達に、うん、ウルトラマンティガの写真送ってこられた。これ着てたら確かに言われてみればそうって感じです。はい、じゃあ今日も一緒に行きましょう。はい、せーな、ゆうこんち。主張がすごい。オラフの主張がすごいわ。なんかこう一体感出るものかなと思ったら別々やもんね。フェイスとフェイスやな。別行動してモテる。フェイスオンザフェイスやな。ちょっとあんまりこう一体感ないよ ね。一体感なかった。上に乗ってるかな。かわいいやん。これなんなんやろね、そもそも。これ持ってたらな、パレードファンさんもらえそうやったな。もらいやすそう。うん、もらいやすそう。かわいい。
from your lips, no plate. I'm first class looking like a Barbie. All my friends, they really try to warn me, but I just want none of this with you. はい、ということで、相変わらずシャベルぬいぐるみがなかったっていうのとね、なんとつえちゃんがもうなくなっちゃったっていうような感じですね。で、ハニーリュークスにめちゃくちゃ、新作入っとったっちゅうような具合でございますと。はい、でじゃあここで、ノーリミットパレード千秋楽皆様にシェアしたいと思います。どうぞ。ここでなんや。早いうちに。元の場所にしっかりと守ってね。
踊るもんかい、踊るもん。はい、ということで、パレード終わった。大好きなノーリミットパレード終了してしまいましたが、最後どうでしたか？寂しいな、めちゃくちゃ。ちょっとうるうるした。うん、あ、そう。あ、でもほぼリアルだったな、ね、うん。泣いてはる人もおって、うん、もらい泣きしそうになりました。ね、そうやね。長いことありがとうございましたということで、なんだそうそう、またパワーアップして帰ってきてくれると言ってくれてるんでね。ドンキーとかね、もし来てくれたらね、うん、俺も横で。めっちゃ迷惑行為やん。やめて。隣からおらんなるわ。おらんくなる。違いますよ。ということで楽しみにしておきましょう。はい、はい、ありがとうございました。いや、楽しかったです、ね、本当にラブやった、ね、この思い出は多分一生ものになると思うんで、次ねパレードが始まったら絶対にみんな経験してください。体験感うっそ、ね、もうみんなやっぱり今年のねパレード心の中やっぱ残ってるから、うん、絶対みんなも経験した方がいいと思う。はい、ということで、コナンザエスケープとモンスターハンター XR ウォークでございますね。モンハンの方が当日券まだ残ってまして、コナンの方はなくなってます、はい、で、コナンの方がね、4月13日がもう売り切れで、もしかしたら混むかもみたいな、うちのゴリちゃんが言っておりました。はい、はい、本当か知らんけど休憩しちゃった。足届いてないけど。あ、ギリよギリ。ギリ届き、はい、って感じです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな並んでないです。はい、15時30分でございます、ビバリーヒルズブランジェリーね、待ち大体20分前後ぐらいかなと思います。で、外のね、カウンターはゼロでございますね。やっぱり春休み終わってプラス今日除外日ということもあって、かなり空いてるんじゃなかろうかなと思います。待っていきましょう。はい、はい、ということで、ゴーゴーイースターマッチしばらくお休みになりまして、5月の2日から5日ですね、これゴールデンウィークになるかな、ゴールデンウィークが次の開催になるという感じなのでお気をつけください。ピエンやな。はい、なにわ駅売店、チュリトスはね、だいたい5分ぐらいの待ち列でございまして、スタジオスターズレストランは待ちゼロでございます。行きましょう。
はい、ザ・フィネガンズバーンドグリル、なんと20分待ちでございます。換算機レベルの、待ち時間でございますね。3時40分でございます。見たそうなんでちょっとね、行こうか。あまりにも人エグすぎるんで、うん、なんでグラマシでやらんかったんやろレベルでやばい。ちょっと見ていただきます。行きましょう。行くよ。みんな一緒に、ということで、ルイズニューヨークピザパーラーね、2列動いてるんですけれども、どちらも待ちなしでございます。あのね、今日、ノーリミットパレード、先週楽屋からかわからないんですが、テラス席がね半分ぐらいになってんのよ。あっち左半身で一部残して全部楽なってる、っていうような感じですね。なんでやろうな、もしかしたら今日だけかもしれないですが、あーっていう感じです。左半身右巨人。はい、はい、16時8分、はい、ユニバーサルマーケットはコスタだけちょっと並んでるかなっていう。コスタだけやね。ちょっと寒なってきたよ。そう、ちょっと寒なってきたからね、サーティワンも全然並んでないです。っていうか人少な。今日ハッピーキッチンもめちゃめちゃ空いてますね。グリマチの方たちがめっちゃいっぱいいます。はい、現在16時18分でございます。サンフランシスコエリアね、ハッピネスカフェはだいたい5分待ちでございます。で、ベイサイドスナックとね、サンフランシスコスナック今日空いてなくて、全然この辺は人いないっていう感じですね。で、ドラゴンズパールも全然待ちなしで、ございました。で、ミスレス、ミステリーレストランをねネット見るとね、余ってるっぽいので、まだまだ買えるよっていうような感じです。もちろん売り切れてる時間帯とかもあるんですけれども、チェックしてみてください。先週ねちらっと混雑状況の方に、G で入ったと思うんですけれども、ワンピースがなんと発表されました。おー、おめでとう。はい、でサンレスの時期でございますね。サンジの海賊レストランの、時期になるんですけれども、まあ、まず値段から値段ちょっと上がりまして、税込み7000円になりました。2000円ぐらい上がったかな。
なので、まあ、だいぶしんどいでございますが、結構ねでルールの、改変とかもあるっぽいのでちょっと動画で上がるかはわからないですが、まあ、一応抽選の挑戦はね、してみたいなと思っております。で一応、スケジュール出しておきます。こんな感じでございます。グランロイヤルの方はね抽選の 日付とかなんかねパスワードの取得をしないといけないみたいなのでそういった期間も結構細かくね、出てたりしますのでお気をつけくださいっていうような感じでございます。今年ももう争奪戦必死になりそうですね。全然並んでないです。はい、何分ぐらい待ってましたか。ね、一組も待ってないです。じゃあ行っておいて。手振って呼び込んでました。で、席もねめっちゃ空いてる。ジナ16時半ですね。はい、はい、ダイナソーもうすぐ始まります。結構人気ですね。はい、はい、レジは全然並んでません。はい、はい、で、席がね、うん、結構意外に埋まってて、あ、そうなんや、ちらほら空いてるかなって感じでした。あ、ここ、まあ、あれやね、 AR が面白すぎるから結構滞在時間長なるんやろ。来てもらえると思う。いや、めっちゃ美味しいし、あ、絶対来てください。来たよ、恐竜。しっぽ当たってる。フォークリブもね5分も待たないと思います。誰も並んでません。スモッチーもう全然並んでない。10分ぐらいで買えそうです。もうサメージ誰も並んでません。ここ意外と並んでます。 2,3 組並んでますね。
ゆうこんち。16時44分マジックニープカート、ね、全く並んでないです。ね、はい、ということで魔法生物ねについてなんですけれども、2023年度のねなんかブラスリング賞っていうのを受賞したらしくて、うん、まあ、アトモスのね賞、まあこういったアトモス、まあ、アトモスフィアってやつですねの、賞を受賞されたそうです。その賞がねすごい権威のあるかやつかどうなのかっていうのは俺全然知らへんねんけど、まあ多分おすすめっちゅうことでさいいもんね、あ、すごくいいんで、まあ見てくださいちゅうような感じだと思います。久しぶりに、ええやん、なんかね、感動するの、感動するね、うん、いいやん、めっちゃ今日も風吹いてないから逆さじろがすごい、あ、ほんとコンディションやばい、あ、ほんまや、すごい、こういう日は魔法かけたくなるよね、ベンタスとまさしやったはい、16時58分スヌーピーバックロットカフェでございます。一人も並んでないですね。はいはい、ティップトップサーカス復活してます。ちょっと言えてなかったけどねまあいいでしょう。ビッグトップサーカス感じ。はい、ということで一周してきましたがいかがでしたでしょうか。はい、結構空いてたね。空いてましたね、かなり空いてたと思います、うん、まあ春休み終わってね、一発目の土日ということもあってプラス除外日、効果もあるんじゃないかなと思いますが、正直ね、ノーリミットパレード終わってから、うん、なんか減りそうじゃない人、うん、うん、ね、まあ、正直ノーリミットパレード目的で来てたっていうね、USJ ファンの人はかなり多いと思うので、一応ね、千秋楽とは言ってますが一応復活するとパワーアップして戻ってくると言ってくれてるんでね、うん、まあ、それをちょっと楽しみに待ちたいかなと思います、はい、はい、フロートのタイヤにトゲとかついて帰ってくるのかな。仕方間違えてるやつ、マリオカートのやつやマリオカートで言うパワーアップや、わからんね、マッドマックスみたいなんで来るかもしれない誰が貼り付けたらスヌーピーもしかしたらマッドマックスみたいなパレードになるかもしれんけど、まあ、そういう意味でねパワーアップしないということをちょっと祈っときながら楽しみにね待ちたいかなと思いますもうトゲトゲついてるエンターテイナーの人全員それはそれでいいかなと思いますが、はい、もしかしたらハロウィンでね、うん、昔なんかそういうパレードあったからな、ちょっとホラーパレードみたいなね、だからね
もうね、正直もうここまで、こんがったらもうドンキーはね、春はないかなと思いますので、まあわからんけどね、もうちょっとこれ以上言及するのはもうやめようかなと思います。誰も得しないんでね。確かに。はい、ということで本日の動画が参考になったと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。ちょっとお腹すいたな。ちょっと気温良かったね、ちょうど。そうやね、今ちょうどいいわ。これ以上晴れてたらしんどいしね、これ以上風吹いたらね、過ごしにくいし、良かったんじゃないですか。